今、モンタロウくんとね、ご飯をね、食べに向かっています。ここはね、東京都足立区の花畑というところです。この先ね、全然車が動きません。何かね、パトライトがついているので、この先ね、何か事故があったものと思われます。ちょっとね、今車が進みました。さっきまでね、全然車が進みませんでした。なんかトラックが止まってますね。交通事故かなんかあったんでしょうかね。覆面パトカーだとか、何かね、止まっています。なんかね、車が1台止まっています。何もなかったようにね、走っています。困りましたね。皆さんこんにちは。ゆうたろうと文次郎です。今日は令和4年2月の26日土曜日です。ここはね、牛丼すき家です。草加ね、八潮店というところに来ています。ここは24時間営業なのでとても便利です。ちょっと私の家からね、離れてるんですけども、実はですね、先ほど、ぐるぐるとね、家の近所を回ったんですけども、この武漢肺炎ウイルスのね、関係で、時短になっていたのでね、今もうこの時間7時過ぎになってしまったんですけども、お店が開いてなかったり、オーダーストップということなので、このね、すき家でしたらば24時間ということで安定してね、空いているのでやってきました。私もね、5年ぐらい前でしょうか、毎日毎日仕事が終わらなくてですね、午前2時頃に帰宅する毎日でした。でその時にね、24時間のすき家さんにね、かなりお世話になりました。つい最近もね、文次郎くんはイワシ汁をね、インスタグラムの方に投稿しました。そしたらね、かなり大反響があったので、今日ね、こちらの方に来てまたイワシ汁を食べたいと思っています。今ね、食事が終わりました。文次郎くん、がっかりしています。というのもね、実は今ね、先ほどイワシ汁をね、食べに来たんですけども、なんと品切れでした。もうがっかりしてね、文次郎くんは、グルメの文次郎くん、がっかりということでね。ただ今日は、それにね、代わって豚汁をしました。値段的にはね、多少お安くなったということでね。あと今日は文次郎くん、もうね、お詫びの印じゃないんですけども、私からね、プリンをね、買ってあげました。今日は牛丼のセットと豚汁、それからね、サラダをつけてプリンというね、今日の夕食でした。もう土曜日ですからね、かなり道路も空いています。ことね、このね、産業道路いつも混むんですけども、比較的で、ね、空いています。ではご飯も食べました。お腹もね、満腹になったので帰ることにします。ただ残念だったのはね、イワシ汁がなかったということでね、ちょっと文次郎くんがっかりです。では次のね、動画で文次郎くん、モンタロウくんとお会いしましょう。